物を運ぶ、このことは我々人類にとって欠かすことができない行為であり、その歴史は人類誕生と同じくらいの長い歴史があります。人類は文明の発達に伴い、手に持てるような小さな道具だけではなく、古代エジプトでピラミッドを作ったように大きな物体を運ぶことに英知を集結してきたのです。ただ運ぶだけではなく、より安全、正確、効率的に運ぶため、時代の変化とともにクレーンも常に進化を続けてまいりました。我が国において現代クレーンに最も近いものは、明治4年に横浜埠頭に設備されたクレーンだと言われております。このクレーンは長いジブを装備しており、この形状が空を飛ぶ鶴の姿に似ていることから、鶴を英訳したクレーンと呼ぶようになったと言われております。当社ではこの鶴にあやかり、物を吊り上げること、吊り上げる部分が釣り針の形状に似ていること、そして何よりも皆様にいつも身近な道具、つまりツールとして使っていただきたいことの意味を込めて、未来へ飛躍する鶴の図柄をシンボルマークとして採用しております。当社は昭和25年に広島県東部の松永という町で、履物の下駄並びに下駄の製造機械を製造販売する会社として誕生しました。下駄の製造販売を行う傍ら、材料の原木を運ぶ巻き上げ機に着目し、この巻き上げ機であるホイストの生産販売も同時に行っておりました。時代の変化とともに下駄の需要が減少したことで、本格的にホイストの生産販売に主力を置き、さらにはホイストだけではなく、クレーン一式への製造販売を行う現在のスタイルへと進化してまいりました。それでは当社の製品をご紹介いたします。社名の一部分でもあるホイストとは、クレーンの中で巻き上げ機となる本体部分を英訳したものであります。当社ではホイストはクレーンの一部分であるとの考えから、ホイストを含めたクレーン全体、つまりクレーン一式の製造販売に重点を置いております。クレーンには様々な形状がありますが、一般的な天井クレーンや橋型クレーンに加え、片脚橋型クレーンやジブクレーンなど、使用方法や設置環境に合わせて様々なタイプのクレーンをご提案することが可能です。当社のクレーン技術は工場などだけではなく、マリンレジャー分野でも広く利用されており、一艇のみを運ぶワンウェイタイプのものから、2艇、3艇を同時に運ぶことを可能としたタイプまで幅広く対応し、グッドデザイン賞を受賞しております。またクレーンの吊り上げ能力では、主にホイストを使用した小型のものから、ホイストでは対応が困難となる様々な高いスペックのクレーンにも対応するため、巻き上げ機にハイグレードであるクラブを使用した超大型のものまで、フルラインアップした製品を取り揃えています。さらにはこれらのクレーンの製造をする体制として、豊富な経験を持つ設計者を多く有することはもちろん、最新の工作機械も数多く揃え、複雑で高度な加工技術を要する製品にも対応することが可能です。百聞は一見にしかずという言葉もあるように、当社では実際に触れていただくための実物サンプルとして、当社製クラブクレーンも常設しております。その他にも各主要部分をじっくりと見て触れて実感していただきたい思いから、例えば運転室などにおいては実物を展示し、実際に触れて操作していただくことで、ご購入の前段階においてご満足、ご安心、ご納得いただけるお間違いのない製品選びが可能であります。ご購入いただいたクレーンに関しましても、ご要望に応じて部分的な各種テストを実施するだけではなく、
専用のテストヤードに実際にお客様のクレーンをすべて一式組み立てた状態で様々なテストを行うことが可能です。このことはお客様が使用される状況に極めて近い状態でのテストであるため、高品質のクレーンを納入することはもちろん、納入前のあらゆるトラブルを未然に防ぐという観点からも有効であり、多くのお客様から高い評価とご安心の声をいただいております。以上、さまざまな製品をご紹介させていただきましたが、私たち日本ホイストはこれらの製品を企画・提案する最も最初の段階から始まり、納入後のアフターサービスに至るまで全ての分野において対応することが可能であり、この一貫体制こそが当社最大の特徴であります。何をどのようにどの程度運ぶのか、また設置場所の周辺温度や環境なども確認し、お客様が希望される以上の付加価値をご提供することが大事であり、この考え方は当社の社是である運搬管理の合理化による社会への奉仕という言葉で受け継がれております。また営業ネットワークおよびアフターサービス体制では、日本全国各主要都市部に拠点を配置し、迅速できめ細かい対応を行っています。さらに国内だけではなく、古くから海外企業との取引も積極的に行っております。ホイストを輸出するだけではなく、国内にはない優れたコンセプトの製品を輸入する専門の部門によって、常に世界の状況を把握しながら当社技術と融合させることによって、数多くの特徴ある製品を生み出しております。私たち日本ホイストは創業から半世紀以上に至る間に、皆様からご愛顧をいただき、さまざまな経験を積み上げてまいりました。この地球上に重力が存在し、我々人類が物を運ぶことを続ける限り、これからも現場に密着して常に変化する時代のニーズに対応するべく、運搬管理の合理化に日夜取り組んでまいります。